はい、どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは、ナッツです。本日はですね、みんなのアイドル、デッドバイデイライトの癒し、レイスくん使ってやっていきたいと思います。持ってきてるアドオンなんですけども、1秒間、透明解除した時に1秒間加速するアドオン。さらに、そのアドオンの、デメリットとして、ちょっとだけね、解除が遅くなってしまうっていうのがあるので、透明化解除をかなり早くするっていうアドオンをつけて、さらに、ウルトラレアの命名ともに持ってきております。ということでね、頑張ってやっていきましょう。ワンパン入った。実はですね、今回、この動画を撮るにあたって、見失ったんだけど。よし。実はね、1.5秒加速する、今持ってきてるのは1秒加速なんですけど、1.5秒加速するアドオンをね、使って動画撮ってたんですけど、ウルトラレアのメメントとかね、撮ってたんですけど あ、違う、撮ろうと思ってたんですけど、マッチングしてさ、始まって気づいたんですよね。あ 録画ソフトつけんの忘れたっつってね。で、メメントとかなくなっちゃったんで、またね、準備し直して、ちょっとね、今回は1秒加速なので、ちょっと微妙っちゃ微妙なんですけども、ちょっとね、代わりに持ってきてやっております。出るね。加速するよ。よっと。パークなんですけども、ちょっと待った、こっちだな、先こっち行こう。君は誰だ？パークなんですけども、ノワン。地位恐怖症。オーバーチャージ。あと、バベチリ。この4つでやっていきます。さて、じゃあこの人も釣っちゃって、お、なんかミスっておりますな。どうしちゃったの？どうしちゃったの？さあ、レイスくん好き必見。メメントモリ。素晴らしいですね。はい、次行きましょう。ウルメメなんで何人でも殺せます。さて、このね、今いろいろね、あげたいキャラがある中で、この貴重な、よいしょ、ウルメメをね、一回そもそもミスってしまった段階で、もうちょっとね、ショックなんですけど。いや、まさかね、録画ソフトをね、つけ忘れるとは。最近ちょっとね、脳死してんのかな、なんかそういうことが多いですね。オッケー。この人も、はい、レイス君好き、必見。レイス君、なんだかんださ、残酷さでは結構デッドバイデイライトのキラーの中で屈指だと思うんですけど、皆さんどう思います？さて、あと2人になりました。この先、そこは回ってないね。あ、加速するよ。君もスプバ持ってたか。こっち戻ったね。一応、オーバーチャージあるんで蹴っときましょう。で、こっち行ったと。いけたよ。窓使う気かな。オッケー。君釣るのは1回目。さあ、バベチリがあるからこれ釣って、きっちりね、あと1人のサバイバー見っけたいですね。あそこはいないよ。あれ、結構近くにいる感じ。映んなかったですよね、おそらく。
どこいんだろう。あ、ここいますね。この上いるぞ。あれ？いないかな？あ、いないっすね。どこ行っちゃったんだろう。もうね、ハッチが出現しておりますので、ここからはぶっちゃけどっちが先にハッチを見つけるかみたいなことにもね、そういう部分にもなってきちゃうから、もしかしたら逃げられたか。はい、ということで、ちょっとね、アドオンもモリモリで、ウルメメのレイス君使ってやっていきました。ちょっとごめんなさい、全滅取れなかった。またね、レイス君の動画もねアップしますので、よかったらまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。